イメージ通りの絵が撮れている、私たちが長年デジタルカメラでやりたかったこと、太陽の白飛びが全くない、それから、太陽とレンズの間に入っている波の情報が非常に綺麗に写っている。今回、伊豆と奄美大島2カ所で水中の撮影テストをやらせてもらいました。シチュエーション的には晴れの日と曇りの日と、いろんなシチュエーションで撮影をテストしたことができました。我々が一番今まで水中撮影をいろいろやってきて、一番これはきついな、辛いなっていつも思いながら撮っているのは、水面を見上げた太陽の撮影。これが一番今まで水中撮影を長きにわたってやってきたときに、太陽の中心部分が白く飛んでしまって、太陽とカメラのレンズとの間に入るいろいろな情報、これがもうほとんど映らない、白く飛んでしまって映らない。それだけではなくて、さらに周囲の青い情報が、白がいきなり、紺色の深い海の色に変わってしまう。これがやっぱり一番撮影しててフィルム時代から比べると嫌なところだったんですね。ところがこの話を聞いた時に、ダイナミックレンジ非常に高くなったということで、大変期待をして今回のストレステストに臨ませていただきました。やってみて一番、もう一番声が水中で出たんですけれども、おすごい。千々松さんが撮影された映像を見た時に、初めてボンベしょって海の中に潜った時のその見た光景が蘇って、これ見たことある、え世界だ。そのモニターの中にその自分が見たままの世界があったんですよ。だからすごい、その光のカーテンの揺らめきから黒い岩の暗部のディテールまで、すごい一つの中に全てが収まってて、それでなおかつ水面の細かな波の揺らぎから、なんかもう圧倒されました。で、日本のサンゴというのは世界にも特筆すべき点がありまして、非常に色が綺麗な世界ですね。日本のサンゴ非常に色が綺麗です。ただ水中というのは、太陽の光、特に波長の長い赤い色というのは、水に吸収されてしまってほとんど再現できない世界ですね。波長の長い赤とかオレンジとか黄色といった色はもうレンズを通したあとセンサーに乗っかってこない色なんですけれども、今回このカメラびっくりしたのは、その水深でもですね、非常に色が乗っているっていうことですね。特にシャドウ部分に色が乗っている点にはびっくりいたしました。特にサンゴがあって太陽があって、その下からカメラを狙っているっていうシーンがあるんですけれども、当然サンゴの下にいる魚というのはほとんどもうシルエットになって黒い影が動いているっていう映像しか撮れないんですけれども、その魚の色が、わずかですけれども非常にこう綺麗な色が映っていたんですね。これも今までのカメラには絶対にない点だと思います。このカメラの、ダイナミックレンジっていうのは、そのダイナミックレンジの広さゆえに多分あり得ることだと思うんですけれども、非常に質感が高くてですね、立体感のある映像が、撮影できている点にもびっくりさせられましたね。まあ、一番最初僕は思ったのは、ちょっとカメラ本体の熱オーバーヒートの問題がどの程度なのかなっていうのはちょっと思ってて、奄美大島で3日間ずっと水中では電源つけっぱなしにして撮影をしてたと思うんですけど、その状態でも一切オーバーヒートをすることなく、そういった面でもかなりアシスタントからの目線でもかなりありがたい、嬉しかったなっていう
水中はやっぱりワイヤレスであったりとかそういう操作ができないので、今まではアサインボタンに、まあ、必要な最低限の操作を設定して水中に行く、もしくは、まあ、陸上から WCU4 で操作するっていうことがほとんどだったんですけど、今回このダイヤルがついてくれたことによって、まあ、ワンオペで水中に行けるっていうことも可能になったっていうのも、かなり水中撮影をする上ではかなり大きいポイントだったなと思います。これは他のカメラには今まで経験のない非常に素晴らしい経験をすることができました。ですからこのカメラが出現したことによって、多分水中撮影の世界というのは大きく変わると思うんですね。